の系譜を受け継ぐ最新作初音ミクプロジェクトディーバー F セカンド、どんな神テクを見せてくれるのか。さあまたまたやってまいりました、ソニーコンピューターエンターテインメントブースがお送りするステージワンプレイニューコンです。今回は初音ミクプロジェクトディーバー F セカンドということで、この方々にお越しいただきました。株式会社セガよりディレクターの大坪哲也さん、はい、そして、広報の舞浜太郎さんです。お願いします。よろしくお願いします。それでは一人一人せっかくですから、軽いご挨拶をお願いいたします。はい、セガから来ました、初音ミクプロジェクト DYF セカンドディレクターの大坪です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。セガから来ました PR 担当をしております舞浜太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。電子の歌姫初音ミク主演のリズムアクションゲーム初音ミクプロジェクトディーバ F、 この F の系譜を受け継ぐシリーズ最新作プロジェクトディーバ F セカンドが東京ゲームショウの出展となりました。先月の初音ミクマジカル未来2013、そして東京ゲームショウで遊ばれたユーザーの皆さんの反応いかがでしょうか。そうですね、今日はたくさんのお客さん来ていただいてるんですけども、まあ、マジカル未来の時もそうでしたし、今日も、ね、たくさんのお客さんに来ていただいてね、いろいろ遊んでいただいてて、もうちょっとびっくりしてます。すごい人が多い。はい、そしてですね、まあ、ワンプレイニューコンということで、まあ、このステージでプレイする姿を見てもらって、こういうゲームなんだというのを皆さんに感じていただこうと思っております。ということでまずはですね、はい、なんと広報の舞浜太郎さんがですね、はい、先行体験版をプレイして、はい、すんごいところを見せてくれるということですね。すごいところね。神プレイを見せたいと思います。神プレイを、はい、ペラペラの神プレイを見せたいと思います。神ね、あ、糸目の方で、はい、ではどうなるんですかね。スタンバイお願いします。はい、では我々はこちら側に移動していきましょうか。何やらですね、はい、舞浜太郎さんはこの日のために猛特訓をしてきたらしいですね。はい、本当ですか。なんか僕の情報ではあんまりしてないという。してないですか。リハーサルの時結構グダグダだったんですけど、ゲームがあんまり上手くないので、はい、練習してきました。それを反省してちょっと練習してたんですね。はい、そう、どうなるんですかね。皆さん言ってもですね、広報でございますからそうですね、どんなプレイになるのか。それでは皆さんしっかりと注目してください。舞浜太郎さんのプレイです。では紹介してください、大坪さん。はい、プロジェクト DYF セカンドはですね、まあ、前作プロジェクト DYF から継続して、歌うようにボタンを押す、奏でるように、こするという操作を入れているリズムアクションゲームです。で今日はですね、舞浜君には、暁アライバルという今回の新規収録楽曲を遊んでもらおうかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、始めます。頑張ります。まあ、パーフェクトプレイということで、当然ね、クールとファインという言葉だけが出てくるはずです。出てくるはずですね。これスクラッチターゲットという、クールファイン、これ、あ、じゃあクールファイン、はい、そうですね、クールファイン、いいですね、舞浜太郎さん。これ今新しいリンクスクラッチ、あ、セーフ出ちゃった。あれもうあれちょっとあれもうワースト出ましたよ。ちょっとワースト連発ですよ。広報として舞浜太郎さん。じゃあ、あ、でもいいですよ。いや、もうどうしたらいいんですかね、これ。ちょっとずつでもあれですね、良くなってきてますね。そうですね。でも最初に終わってるっていうところが、そう、最大の問題点かなっていう。まあでも着々と、はい、これ続いてますね。そうですね、まあ、今回舞浜太郎のプレイちょっとグダグダかもしれないですけど、はいはい、後ろの子ミクさんとルカさんのこのですね、ちょっと派手姿というか、華やかな姿ちょっと見て許していただければなと。そうですね、画面が美しい。はい、そうですね、今回らしい、はい、まあ、ビータ2作目ということで、ビータの性能を使い切ろうっていうぐらいちょっとですね、カリカリにチューニングして画質とか画面効果とかいろんなことをやってます。はいはい、あ、あ、ワーストまた出た。そうですね、舞浜さん、やる気あるのかな。ワーストだけは見せないでください。じゃあこれ舞浜太郎の恥ずかしいちょっと秘密を皆さんにお知らせする。どんな恥ずかしい秘密があるんですか。舞浜太郎って実は本名じゃなくてペンネームらしいですよ。本名じゃないですか。はい、広報の方なのに本名を使わず。そう、舞浜太郎君って言ったら、こんな名前の本名の人いるわけないじゃないですか。舞浜太郎さんね、ずっと気になってたんですね、私も。はい、
舞浜方面が好きらしいです。舞浜方面が好きなんですか？好きですよ、しょうがない。好きで好きで。これあの新しいダブルスクラッチという用語で、両手で擦る、スクラッチ、はいはい、これうまくいってるってことは、ちゃんとやってるってことですね。今でもワープ出てましたよ。出てました。出てましたね。さあ舞浜太郎さん、はい、この辺テクニカルのちょっと難しいところですね。広報としてしっかり仕事ができているでしょうか？ただ思いのほかちゃんとやってるなっていうのはあるんですけどね、まあ、あのノーマルなんで難易度的には、はいはいはい、まあそんなに難しくないというか、まあ、手頃な遊べる難易度ですね。でもなんか緑とかのセーフとかサットとかワンとかちょっとちょっと見えている。さあそれでは、はい、ここからはもうしっかりとじゃあそうです、ね、決めてもらいましょうか。ここからがチャンスタイム。でもダメだ、続かない。コンボ系のね、こういうコメント挟むと続かなくなりますね。 あんまり持ち上げたらダメなのかもしれない、ね、ダメなのかもしれないですね。さあ今日はお仕事の後は舞浜方面に行くんでしょうか？広報の舞浜太郎さん、すごい混んでると思いますよね。ね、こんな連休の中行っちゃうんでしょうか、ね、舞浜太郎さん。もうすぐチャンスタイム終わりますよ。で最後スクラッチをバセットとすると成功すると、はい、これリンクスクラッチして。あ、最後でどうしたらいいんでしょうかね。ペラペラでしたね。すみません。とりあえずあの一通り終えましたんで舞浜太郎さんに拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。温かい、ありがとうございます。舞浜さん、やり終えた感想はいかがですか？いや、もうやりきった感でいっぱいなんですけれど、だから結構自分なりに結構それでも僕頑張ったよ的な顔してますね。リハーサルよりはだいぶ上手くなりました。それでいいのか？いやいや頑張ってくれました。すいません。とはいえですね、はい、まあこのプレーでですねワンプレー入魂、あとはこのゲームの紹介終えていいのかというところがありますよ ね、 すね。なので実は今のは今回のワンプレー入魂ではないのでご安心を。今回のワンプレー入魂は初音ミクプロジェクトディーバ F セカンドパーフェクトチャレンジ拍手。さあそれではちょっと移動しましょうか。はい、ということで今回セカが送ってきた企画は制作人ナンバーワンプレイヤーゲームデザイナーの楠木かな子さんです。拍手。よろしくお願いします。高い、すごいですよ。これ聞いてない、聞いてなかったんじゃないですか？聞いてないです。声高いって言ってないんで。でですね、まあパーフェクトを達成するのは今のね舞浜さんと同じのでこれは簡単だと楠木さんには。そうですね、今回はなんかより難しくチャレンジできるというアイテムをつけるとのことですか？どういうことですか？はい、まあ、彼女はうちのパーフェクト製造機という、まあ、別のまたの名は DIVA05 機というんですけれども、まあ、DIVA05、はい、いつもエクストリームをプレイしてをパーフェクトを出すようなプレイをしているので、ただ今回の先行体験版はノーマルとイージーしか遊べません。ただ、はい、それをパーフェクトでクリアしろって言ったらもうなんかね眠っててもできるんじゃないかなぐらいの感じになっちゃうので、まあ、今回の新要素をちょっと入れて、はいはい、ゲームをちょっと難しくして遊んでもらおうかなと思ってます。でそれは何かというと、チャレンジアイテムというですね、要素が、DIVA あるんですけれども、今作からそれを重ね掛けできるようになっていて、で、今の体験版にですね、これ2種類入っています。ハイスピードというのとシャイターゲットというこの2種類入っていて、はい、この2つを掛け合わせるとじゃあどう難しくなるのか、でそれでパーフェクト軽く取ってもらおうかなと。やばいっすね。思っております。まあとにかく結構難しい、かける難しいっていう縛りがある中で神業を見せてもらおうという流れになっております。はい、そうですね。では改めて、はい、これからチャレンジが始まりますが、楠木さん。そうですね、正直私最高難易度と言われるエクストリーム普通にやったら、まあ、パーフェクト取れちゃうんですけど、このノーマルでもチャレンジアイテムを2つつけるとかなり難しいので、ちょっと精一杯頑張ります。さあ皆さんにねしっかりといいところを見せていただきたいと思います。それでは皆さんスクリーンご注目ください。参りましょう、はい、楠木かな子による初音ミクプロジェクト DIVA F セカンドパーフェクトチャレンジ。はい、じゃあスタート。はい、はい、今ですね画面の右下にですね、もう分かりやすいですね、ハイスピードっていうのはですね、この飛んでくるメロディーアイコンが速くなる。で、サイターゲットというのはですね、この、グレーの
ターゲットアイコンというのが画面に出るんですけども、これが出るのが遅くなる、つまり早くてかつ出てくるのが遅い、遅い、早くてかつ出てくるのが遅い、どうなるんだ。さあご注目。比較的前半くんとは全然違って違いますね、安定した。どうですかこのコンボ。でまだパーフェクト続いてますね。をつけているのは画面の右下にですね、あのピンクのアイコンが2つ出てると思うんですけど、これを見ればあチャレンジアイテムつけてるんだなっていうのがすぐ分かるようになっています。さあさすがセガが送り込んできた四角、パーフェクトに目指して今のところはノーミスで続いております。はい、そうですね。さあノーミスってどうやって生まれていくのか、ぜひスクリーンでご注目ください。繰り返すように今回は縛りが2つついております。意外とね、長押しの話すのとか難しかったりするんですよ。今まで押すの押す押すではなくて話すという操作でタイミングを合わせなきゃいけないので結構難しいというところで、いやーいいですね。それでもバッチリ取っている。当たり前のように連続で決まっておりますが、当たり前ではないんですよね。結構緊張感あるんですよ。いわゆるリズムゲームの譜面自体は変わらないんですけど、はいはい、ギリギリまで情報を出してやっちまった。まさかのチャレンジ失敗。最後までやりきってください。立ち直るわけ。皆さん、ミキさんも膝をついてしまうぐらい、あ膝をついてしまった。東京ゲームショーでいいところが見せられなかった。そうですね、ハイスピードとか速くて、で、最ターゲットって恥ずかしがり屋さんなんで、はいはい、あの本当ね、ギリギリまで分かんないんですよ。そうなんですか。で、3分半くらいの曲があるんで、その3分半とか全部覚えてるのはやっぱ至難の技なので、どうしても対応しながらプレイしなきゃいけない、はいはい、その分どうしても難しくなる。そうですね。これ完璧なる暗記が必要になってくるんですか、ここまで。暗記よりも対応力ですね。あー、対応能力ですか。前浜君はちょっと対応力がちょっと足りなくて足りなかったんですけど、串巻さんならやってくれると思ったんですが、いやー、やはりということはですよ、もうものすごい自信がある人でもそうですね、もうさらに上のレベルを楽しむことができるということですね、はい、緊張感を持って下の難易度も遊べるっていう、はいはい、ただ難しくするだけじゃなくてですね、あのヘルプアイテムというこの簡単にするアイテムもあって、はいはい、で今作はヘルプアイテムはヘルプアイテムで簡単に掛けができるようになってるんですよ。あ、じゃあちょっとやりやすくなってくるということですね。ただ難しい人、あの上級プレイヤー向けということじゃなくて、あのエクストリーム遊んでみたけど俺できないなっていう人も、はいはい、ヘルプアイテムを重ね掛けすればちょっと難易度下げて遊べるみたいな、いい塩梅で遊ぶことができるという、はいはいはい、ちょうど終わりましたね。はい、すいませんでした。4セーフ5ワーストやばいですね。もうこれ自分で仕込んだんですけど、我ながら鬼のようなアイテムだなと思いました。自分で作ったけど、これだけ難しい。自分でこなせない感じですか。やばいですね。何があったんですか。何かあったんですかね。ちょっとあの見つめられて緊張しちゃったみたいなところが。皆さんに見つめられて緊張しちゃったっていう。あんまり見ないであげてくださいね。でも本当にこんなあの前作ちょっと物足りないなって思った方でも、こうアイテムをつけるとより歯応えがある難易度で楽しめるというね、実践でした、はい、そうですね。でもどうですか、ですか。いや、あのチャレンジアイテムをつけるとその分 DP とかもボーナスがガーンと入るんで、はいはい、まあ、あのエクストリームいつも遊んでる方でも最初から緊張感持って遊べるなっていうところは証明したんじゃないかなと。パーフェクト取れなくてすみませんでしたっていうところではありますか。さあでもせっかくのですね、東京ゲームショー最終日でございます。そうですね、このままで終わってセガさんよろしいのでしょうかというところですね。泣きの1回よろしいですか。泣きのもう1曲皆さんやってもよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。椿さんにもう1回チャレンジお願いします。すいません、ありがとうございます。じゃあ今度はあの今暁やライバル、ロミオとシンデレラ2曲見ていただいたので、はい、カラフルメロディーという曲をあのにしましょうか。ここで違う曲を選ぶという鬼の所業ですね。これはディレクターの、こっちの方が難しいんですよね。で、さあ当然ながらアイテムは2個掛けで。マジですか、はい、鬼ですね本当に。いきますか。まあ2個つけちゃいます。つけちゃっていいですか。はい、やりますか。やっちゃってください。そうですよね、東京ゲームショー最終日ですよ。最終日ですから、もうじゃんじゃんいっちゃいましょう。はいはい、底力をね見せてほしいです。はい、頑張ります。よろしいタイミングで始めてください。じゃあやらせていただきます。あまりこうちょっとプレッシャーをかけすぎずね。いや、プレッシャーかけすぎぐらいのが面白いじゃないですか。面白いですかね。おーし、じゃあ皆さんも注目していきましょう。楠木さんが
最後決めてくれるかな。そうですね、決めてほしいですね。結構この曲テンポが速いんで、もともと流れてくる速度速いんですよ、はい、でそれに、ハイスピードが関わるともう出てきてから合わさるまでが一瞬っていう ねあとは色と形で、はいはい、もうすぐにこう反応していくっていうことですね。プレイしていかないとクールが取れない。まあ、でもここまではちょっと安心して見られるんですけど、あと30秒後ぐらいになんかちょっとどうなってくるかなっていうところですかね。まあでも歌うようにボタンを押す、演奏するようにスクラッチしてればファンが取れるはず。自分が音そのものになればいいってことですね。僕らが邪魔なんじゃないかっていうこの会話がね、雑音になっちゃってるっていうね。いやー、皆さんもこの東京ゲームショー最終日、奇跡が起きることを信じて中央の大きなスクリーン見ちゃってください。頑張ってくれるのはクスマキさん。まだセーフ。まあでも気を取り直して、そうですね、行き過ぎて仕方がないですね。とにかく開発、自分が作ったアイテムでこんなにも苦しめられるということがね、伝わったと思いますね。難しいっすね、またね。ここからですよ。よし、ここからはパーフェクトでお願いします。今テクニカルゾーンは綺麗に越しました。あ、でもなんかまた出てますね、はいはい、ちょっとずらり始めてきましたね。もう切れましたね。またさあ、楠木さんはやはりこのステージに潜む、ね、この魔物にやられてしまったんですか ね普段の冷静にできるゲーム環境とはちょっと違いますからね。そうですね、まあちょっとね、騒がしいですからね。そうです、言い訳のちょっとスタジオ作ってもらうね。お客さんの視線、あとプレッシャーもあるしね。プレッシャー、そして我々のこのちょっとうるさい声。そうですね、お前らうるせえよって言われたらすいませんってしか言いようがない。はいはいはい、もう最後まで頑張り切っていただきましょう。で、もう締めに入りますね。テクニカルゾーン、あと 10個。最後は綺麗に、はい、もう一つドンと、おい、最後の1個でも、おいおいおい、まあいいや、拍手お願いします。ありがとうございます。頑張ってくれましたよ。すいませんでした。いやいや、最後、いや最後、手が触れ、自分で仕込んどいて自分でやってんだから、やばいですね。まあ、ドラマがありましたけど、最後にじゃあ全てをやり終えて、楠木さん一言お願いします。ですね、初心者から上級者まで幅広く楽しんでいただける難易度にしましたので、皆さんもですね、TGS の体験版でもチャレンジアイテムつけて遊んでいただけますので、ぜひセガブースの方にお越しいただければなと思います。ありがとうございました。ぜひね、またこういう機会がありましたら、 その時にはリベンジします。ぜひ、はい、リベンジでね、エクストリームで2個付け死んじゃいます。で、ぜひまたね、その姿をお見せいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは我々は中央に戻りましょうか、はい。それでは、最後になりますが、はい、まずは、プロジェクト D/S セカンド今後の予定。はい、東京ゲームショーなんですけれど、本日14時より、8ホールのイベントステージでケガ地球というイベントを行います。そこでプロジェクト D/S セカンドの情報、体験版の情報なんかをお出しできると聞いておりますので、もう整理券の配布は終わってしまったんですけれど、立ち見は若干席余裕あるということなので、直接ステージの方をお越しいただくか、ニコニコ生放送でぜひご覧いただければと思います。そして最後は大坪さんからファンの方々へコメントお願いします。はい、初音ミクプロジェクト DYF セカンド、2014年春発売ということで、まだ発売日はね、告知されてきてないんですけれども、いや、まあ、開発スタッフ一同全力で開発を進んでおります。で、まあ、映像もね、皆さんに納得いただけるようなものをね、作れるように全力で頑張ってますので、ぜひともよろしくお願いします。
そしてですね、初音ミクプロジェクト D/F シリーズ最新作、初音ミクプロジェクト D/F セカンド、これまでの D/F、これからの D/F をテーマにプロジェクト D/F シリーズならではの今後の進化、皆さん、ご期待ください。最後に特別映像をお持ちいただいたということですが、はい、そうですね、今日ちょっとこんなこともあろうかとというわけではないんですけれども、はい、はい、19日、先週ですね、動画がプロジェクト D/F セカンド公開されまして、その中から1曲、エクストリームの、フルコンボ動画を持ってきました。幸福安心委員会という曲です。まあ、こちらちょっとご覧いただければなと思います。はい、ということで最後まで皆さんお見逃しなく、これにてワンプレイ入魂終了。